皆さんこんにちは。個別指導塾決裁塾長の小林です。今日はですね、スペシャルゲストに早稲田合格塾の平先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。早稲田合格塾代表の平です。しっかりパーカーで宣伝もさせていただいております。よろしくお願いいたします。デザインどうしたんですか？デザインは、まあ、これもあのこれがないやつはこれも早稲田大学でオフィシャルで売られてるやつなんですよ。もともと早稲田のオフィシャルに自分でプリントしてっていうでもこのなんかアシックスが確か出してるんですけど、はい、かっこいいですよね。なんかこうかっこいいですね。仮面ライダー2号みたいなこの赤の一本線みたいなのがちょっと僕的にはハマっちゃって。なるほど。動画で多分見えないんですけど、ここに WSD、早稲田 WSD なってるんですよね。そうなんですよ。じゃあ早稲田にさらに早稲田をかぶせる。さらにそうです。あのというか、まあ、早稲田大学にそこで乗っかって金儲けをしている僕がみたいな言い方はい。まあそんなですね、はい、早稲田受験の、まあ、プロである、はい、もう平先生にですね、今日は早稲田受験の戦略をもうちょっと一気に聞いてしまおうと思ってます。あ、はい、もうぜひ。やっぱり YouTube 上でも早稲田ってすごい人気ですし、そうですね、なんなら早稲田 YouTuber がいっぱいいるみたいな、たくさんいますね、はい、世界の中で学生たちもやってますからね。そうですよね。なのでその中でずっと早稲田、まあ、ほぼ専門でずっと塾をやられていた平先生にですね、これからの早稲田受験についてぜひね教えてもらおうと思います。はい、わかりました。でまず最初にやっぱり、まあ、私立ってなると僕もいつも動画で言っちゃうんですけど、やっぱ推薦問題、はい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 、あると思ってて、一般的にこう日本全体の私立大学に進学する人の半分以上がもう一般受験してないという実情の中で、うん、結構早稲田も結構まあなんか内部推薦とかなんか指定校推薦とか多いイメージ多分受験生持ってると思うんですけど、実際その辺ってどうなんですかね。まあ、実際のところこれ、まあ半分合ってて半分間違ってるっていうのが僕のまあ率直な感想で、まずあの確かに数字は嘘つかないんですよ。だけど数字を伝える人がちょっとこうなんか偏った報道をしたり発表したりすると、あのいつの間にか数字がちょっとこう歪んで伝わるんですよね、情報として。で確かに例えばあの、まあ、僕が生まれた年1987年とかですと、はい、早稲田大学における指定校推薦の割合ってせいぜい 5% ぐらいしかいなかったんですよね。本当にもう小指の先の人に言うぐらいな感じなんですけど、確かにこの推薦は増えてきたんですけれども、あの具体的な数字でも申し上げますと、あの2021年の早稲田大学 の、 あの学部入学者数の数が、はい、あの約9000人なんですね、うん、でその中で指定校推薦がじゃあ実際何人なのかっていうと、これ1561人なんですよ。なるほど、うん、なんかおそらくこうね、もう半分が推薦って言われると、うん、おそらく受験生たちの中ではもう指定校推薦が半分なんだって思っちゃいがちだと思うんですけど、はいはいはい、違うんですよね。ですね。あの実際の指定校推薦の枠っていうのはもうこれ早稲田大学がもう公表してるデータがあるんですけど、全部計算すると2021年では1561人なんですよ、うん、だいたい 15.何% とか 16% とかそのぐらいなんですよ ね、 すねこの数字って、うん、ってなってくると、まあね、87年僕が生まれた時約この30年で、まあ、約 10% ぐらいの人数は増えたかなっていう、まずこれが一つですね。だから確かに増えてはきてます、うん、そして、まあ、昔はなかったいわゆる栄養入試だとか、いわゆる新志向型とか、はいはいはい、まあ、地域重視をするとか、うんうんうん、あとはまあやっぱりスポーツ科学部などがこうトップアスリートを優遇するだとか、はいはいはい、いわゆる推薦入試全般でいうと、うん、この人数が382人なんですよ、はい、2021年。そして、まあ、いわゆる内部推薦ですよね、うんうん、内部推薦の数が1515人なんです。なるほど、うん、でこれをトータルするといわゆる、まあ、大学入試一般入試ですよね、大学入試試験の一般入試で早稲田に入っていない人の人数はトータルで3500人弱ぐらいなんですよね。なるほど、概ね。でとなると、じゃあ一般入試で、まあ、5500人が行っているという計算になるので、まあ、概ね6割型一般入試、4割型がそれ以外っていうことなんですけど、はい、でも高校入試で内部推薦来てるやつら、こいつらは大学入試じゃなくて高校入試で頑張ったっていうことなので、うんうんうん、だって早稲田の高校の入試って超むずいですから、難しいですね。だから、まあ、これはちょっと時期が違ったってことだけ で、 であとさらに推薦もあのこの382人のうち142人は国際教養学部なんですよ、はいはいはい、国際教養学部の栄養っていうのはいわゆるもうね、小学生とか中学生の頃まで親の仕事の都合で海外にいましたとか、いわゆるちょっと結構特殊な経歴を持った連中の集まりだったりするんで、うん、そうですね、まあ、こういうやつらの枠があっても良くないとか僕は思っちゃうんですよね。っていうことを考えたり、あと残りの240人のいわゆる栄養型の推薦にしても、やっぱまあね、子どもたちの多様性っていうものを受け入れるっていうのは僕は賛成なんですよね。なるほど。っていうことを考えると、まあ、あんまりなんかこう、まあ、指定校推薦っていうものに対しては確かに僕も思うところはある程度あるんですけれども、うん、でもまあなんか
9000のうちの1561人ぐらい良くないっていうのはちょっと僕の感覚としてはあるかなっていうのがまず1点ですね。なるほど。あとまあ実際にその5500人が入学一般受験でちゃんと勉強して、ね、まあ、受かってるけれども実際は、まあ、言い方あれですけどマスター蹴る子もいるじゃないですか。そういうことです。とか複数学部受かっちゃう子もいてどっちか選ばなきゃいけないわけなんで実際の合格者はもっといるわけですよね。もっといます。いわゆる僕があと、まあ、この手の報道が嫌いな理由としてはあの数字のマジックが込められてるんですよね。入学者の数だけを見て半分ぐらいが推薦で半分しかもう一般入試で取られないよみたいなことなんですけどあの我々受験屋さんは基本的には入学者の数というよりもどっちかというと合格者の数で語るべきだと思ってるんですよ。そうですね。まあね入学者数ってあんま出さないですもんね。そうそうそう合格何人出しますよね。そういうことなんですよ。いわゆるだって合格の枠を1個取れればもう総大生になれるんですから。そうですね。でじゃあこの合格の枠皆さん何人あると思いますか。先ほど申し上げましたけどあの学部入学者約9000人、で一般入試5500人が早稲田に行ってるわけですけども、うん、実際の早稲田の一般入試の合格者数、うん、どれだけ出てるか2021年12918人合格が出てるんですよ。なるほど。2倍以上ですか。そういうことです。これはあの、まあ、確かに一人頭が2つ3つとか受験するんで、うん、その中でも行けるのは1つですから、うん、まあ、蹴られたりもっていうのもあるし東大の滑り止めみたいなこともあったりするんで、うんうんうん、なんですけど例えばそれこそもう早稲田に行きたくてめちゃめちゃ頑張ってるやつが3勝0敗のやつから1勝だけもぎ取るみたいな考え方をしたとしたらば、まあ、決して僕はそんなになんかこう無茶な数字ではないというか、うん、1万2918分の1ぐらいなんとかならんかっていうことで、うん、なんかちょっと気持ちを盛り上げてもらえたらすごく嬉しいなというふうに思うんですよね。そうですね。確かになんかその何パーセント推薦とかって言われると落ち込みますけど、うん、1万2000人以上普通に受かるよねって言われたらそうなんですよ、まあ、可能性は見えてきますよね、うんうん、しかも、まあまあ、あの平瀬する場合は早稲田1本ですけどそうです、ね、まあ、あの一般的には総計とかで受ける子もいるわけなんでどっちかいければとかって考えれば、うん、全然なんか可能性は広がってくるかなと思います、ね、でこの現象はこれは早稲田だけの数字で語ってますけどある程度マーチラインでもやっぱり似たようなことも言える部分あると思ってて、うん、やっぱり合格者の方が絶対多く取られてるっていうのはどこの大学もそうですから、そうですね、はい、しかも例えば明治大学なんていうのは今のね大学受験業界のあの情勢とは真逆を言っててまだまだ一般入試が7割ですから。そうですね。明治多いですよね、うん、っていうこともあったりするんでなんかこう偏った報道にちょっとこう受験生たちがメンタルやられすぎてて僕ちょっと腹立ってるんですよね。まあでもね実際ねだいぶこう偏差値をグーグーと落として、まあ、ボーダーフリーとまでいかないけどぐらいの大学だと、まあ、ちょっとよく分かんないことを行われたりもするん で、 そうなんですよ。あの、まあ、難しいラインですよね。その辺に関してもあの実は難関大学が取る指定校推薦とボーダーフリーの大学が取る指定校推薦って意味合いが全く違うんですよ。そうですね。あの僕は入試広報課の方とかと話をすることもあるんですけど例えば今早稲田大学ってあのいわゆるこの、ね、学部入学者の約7割がもう関東圏から来てるんですよ、うんうんうん、だけど早稲田大学が作られたいわゆる、まあ、在野の精神というものがあるわけですけど、はい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 、それって、まあ、いわゆるかの大隈重信が佐賀県から出てきたようにやっぱなんかこう日本中から人が集まってきてくれてでいわゆるこう未来の日本を支えるリーダーを作りたいっていうのがいわゆる、まあ、大隈重信が語った在野の精神なのにもう関東圏だけに絞られてしまってる、はい、これを少しでも緩和したいという狙いもあって全国から指定校推薦っていうことでこう取るっていう狙いっていうものが結構大きくあるっていうのを僕は早稲田大学の関係者の方からお話を聞いてて、うん、多分似たような話ってある程度難関大の中ではあるんじゃないかなと思ってるんですよね。確かにそうですね。実際では早稲田に受かっていくための、まあ、勉強というか、はい、まあ、あとは学部学科のこう選び方みたいな話にちょっと移っていきたいんですけど、はいはい、やっぱ最近でも早稲田は結構入試、まあ、改革というか、早稲田だけじゃないんですけど結構いろいろあったじゃないですか、はい、それこそ、まあ、去年というか2021年度入試から、政経の、ね、うん、とこがガラッと変わったりとかして、まあ、早稲田専門で教えられててなんかどこがこう注意点というかこれからまあ、なんかもうぶっちゃけ穴場みたいな穴場はないと思うんですよ、ただまあちょっと、まあ、実際2022年度入試がもう控えてるんで、まあ、本当は情報をアップデートしてから動画撮った方がいいのかもしれないですけど、うん、現時点でなんかここ注意だぞとかありますか。まず注意ということで言うとおそらく、まあ、ちょっとこれ言い方悪いかもしれないんですけど情報が全然アップデートされてない学校の先生や塾の先生とかって結構いらっしゃると思うんですよ、うん、
で、なんか本当にもう20年前30年前の早稲田入試の感覚でものを語って聞かされてる子たちって結構いるんですよね。特に地方の学校とかになってくると。で、僕はあの今年で14年目にこう塾が入るんですけれども、僕が塾を作った当初と比べてまず早稲田入試ははるかに難しくなりました。これはもう断言できます。昔はなんかこう3科目2勝1分けぐらいで合格できたんですよ、うんうん、例えば苦手科目でも平均点よりは上を取ろうねと、であと2科目でしっかりで、差をつけて受かっていこうぜみたいな話だったんですけど、うんうんうん、今の早稲田は、まあ、3科目ともしっかり勝っていかないとまず受からないっていうのがまず特徴としてあるから、やっぱりなんかこう、ね、得意科目で僕は勝負するんだ、苦手科目はあるけどこれを挽回するぞみたいな感覚は捨てた方がいいです。まずこれ一番の注意点かなと思いますね。てかその得意科目で挽回できるほど点数は残ってないですよね。残ってないんです。そうです。8割、そもそも8割ぐらい取らないといけないとか全然ザラで、結構その、僕もいろいろ得点調整とか早稲田すごい気になるんですけど、いろいろ毎年データ見てると、なんかこう赤本とかだとなんか7割ちょいみたいな感じで書いてあるんですけど、実質蓋開けると8割ぐらいほぼ取ってないと受かってない。特にそこがいわゆる先ほど僕が申し上げたこう情報に疎い先生方は本当に赤本だけ見て、お、6割取れば受かるじゃんっていうもう本当そこで判断するんで。そうですね。だからちょうど今うちのインターン生に2年生の早稲田の子がいるんですけど、やっぱもう全部8割ぐらい文学部なんですけど、取ってないと。文学部は特に厳しいです。そうですよね、なのでそうするとだから得意科目得たのに満点取るのみたいな世界になるんで、それは多分現実的に不可能なので、もう全部取れないとダメですよね。いや、そうなんですよ。特に今おっしゃられた文学部なんかはもう僕はここ 2,3 年はちょっと運の要素も必要だと思ってるんで、なかなかしんどいところですよね。そうですね。っていう中で、あとは強いて言うならば、教育学部はある程度僕はまだ融通が効いてるなと思っていて、同感ですね。まず教育学部ってこう2つあって、1つにはやっぱり学科選びで結構得意科目の得点が 1.5 倍とか2倍とかされるんで、差をちょっとでもつけられるんですよね。150点満点とかの試験でやっぱり2点3点って意外と大きいので、これがまず得意科目に合わせて学科選びをするっていう考え方が1つなのと、あと教育学部にちょっとこう狙いを定めると面白いことがあって、教育学部って結構早稲田受験生の中でもそのメンタル面においてちょっとこうなんか外れたところにあるんですよ。どういうことかと申しますと、例えば法学部が第一志望です、商学部が第一志望です、文学部が第一志望です、こういう連中っているんですけど、いますね。教育学部が第一志望ってあんまりいないんですよね。そうですね、多くないですね、っていうことになってくると、こうちゃんと計画立てて勉強できてないやつらだと、それこそ教育が第三志望ぐらいにあるような連中とかだと、文文校教育みたいな感じで、もうなんか1年分しか過去問やってませんでしたとか、いわゆる対策が手薄になりがちなとこでもあるんですよね。だから、いわゆる本当にもう入試問題が、教育学部の入試問題がめちゃめちゃ簡単になって受験生の出来がインフレを起こしちゃうような、そういういわゆるなんていうんですか、イレギュラーなことでも起こらない限りは結構7割もしくは7割ちょいぐらいで受かるような年ってのも結構まだまだあるんで、教育は狙い目の一つだっていうのと、あと商学部、これも僕は今おすすめしてます。へえ、そうですか。去年からいわゆる社会で受ける人と数学で受ける人の受験枠が分けられたんですよね。あ、そうですね、はいはい、そういうことか。でとなってくると、これまでいわゆる商学部キラーな連中って基本的には東大京大の滑り止め軍団、でこいつらは商学部を基本的に数学で受けるんですよ、だけど合格枠が完全に分けられるということ でしかも一般入試の合格者数の募集枠を商学部は増やしたんですよ、21年からってなってくると、いわゆる早稲田志望者キラーなやつらと完全に違う世界で勝負ができるから、商学部はここ 2,3 年前と比べると、おすすめな要因は結構大きくなったかなと思ってます。確かに僕の場合逆なんですよね、国立の子に早稲田受けてもらう子がことが多いので、別れちゃったのかみたいな感覚ですね。そうですよね、はい、それそれそれ。キャストさんは国立の方って多いんですもんね。多いですね。もちろん早慶志望の方もいらっしゃるんですけど、特に今年なんかは早稲田
一本っていう子よりは、まあ、国立プラス総研も受けるよってことが結構多いので、ね、あの小学部の数学はえげつないですよ。いや難しいですね。なんだあれみたいな、はい、何を求めてるのか、 その、ね、それこそ、早稲田の理工の、ね、英語とかもそうなんですけど、たまにちょっと何を求めてるのかよく分かんない問題がたまに出ますね。だから本当にそれこそ日本史や世界史の平均点が、はいはい、例えば60点満点中34、5点ぐらいな時とかに、うん、数学の平均点が9点とかになったりするとどうすんのこれみたいになっちゃうそう、何で求めてるのがよく分かるっていうのは、うん、だからまあ僕はあのもう分けてくれてよかったと思ってるんですよね、はい、確かに、まあ、そうかもしれないですね。あとはまあ個人的に見てるのは結構整形を見てるんですけど、はいはいはい、整形はどう整形に関してはやっぱり、まあ僕は早稲田第一志望者の方には正直おすすめはしてないです、うんうんうん、個人的には。やっぱりまあ募集枠が、まあ、2、3年前と比べるともう450から300に減らされたっていうこと、はい、そしてやっぱまあそもそも早稲田目指すやつら の、あのいわゆる思想って、なんか学校でいわゆる5教科7科目とかやっててどうにも大変だっていうことでなんか科目削減だみたいな、ね、思想で来てるやつらが数 1A ってなられるとちょっと若干邪魔なんですよね。っていうところもあったりなと、あとやっぱまあ英作文の能力なんかもやっぱ結構国立狙い、特に東大京大の連中と比べると、はい、あそこまでの骨太なものを育成が可能かっていうことで考えると、結構まあ他の学部を受けるっていうことで考えると、まあ、整形受けるよりは、まあ、整形をちょっとどうしてもまあ思い入れがあるんだったらもうしょうがないけれども、うん、まあ、整形カットして他の学部を増やして早稲田生になりに行くっていう方が僕はまあなんかこう勝ち負けっていうことにこだわるんであればいいのかなというふうには思ってます。確かにそうですね。だから逆に僕の場合は早稲田の整形すごい狙い目だと、特に去年は強く感じてて、はい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 、多分初年だからって、ね、初年ってもあるし、多分皆さんこういわゆる私立文系型の方は避けていくかなと思ったので、はいはいはい、うちの生徒にはガンガン受けてもらって、うん、まあ、3人受けてもらって3人通したんですけど、すごいですよね。いやいや、そんな、ね、すごくはないんですけどね、受かったその子たちがすごいんですけど、まあまあ、はい、でもやっぱりそこは本当に多分受験生にとっても自分がどういう立ち位置にいるかで、うん、その戦略って書いていかなきゃいけないってことですよね、うん。でまあ、僕があともう一個申し上げたいこととしては、はい、いわゆる、まあ、僕もプロだし小場翔さんもプロなんですよね、はいはいはい、っていう中で、まあ、僕の好きなイギリスのことわざに、あのアドバイスには気をつけなさい、もちろん私のこのアドバイスにもっていうことわざが古い言葉であるんですけどあのいわゆるプロの先生でもこれだけいわゆる頭の中で考えることが分かれたりすることもあるってことなので、うん、アドバイスはアドバイスして受ける、で指導も指導として受ける、その上でちゃんと指導者に自分の思いを伝えてなんか相談するっていうことも大事なのかなというふうに思いますね。そうですね、やっぱ YouTube とかだとどうしてもその基本はこう考えてますよっていうのを発信する場なんですけど、うん、多分実際こう受験生相談されてこういう事情なんですって言われたら、あ、じゃあこうした方がいいよとか、うん、多分平先生でも設計受けた方がいいんじゃないっていうこともあるかもしれないし、うん、僕もいや君は設計やめた方がいいんじゃないっていうことも、うん、実際面談で言うこともありますからね、あの君はちょっとあの数学ちょっと難しい話で、うん、やめておきなさいっていうこともあるから、まあ、それは本当にこう、ね、一人状況違うので、うん、そこは本当にただアドバイス聞いて鵜呑みにするんじゃなくて自分の頭で考えることも必要かなと思いますね。あと最後に1個だけ伺いたいんですけど、はい、そのやっぱり総計って結構逆転合格で語られるじゃないですか、はい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 、で特に早稲田って偏差値いくつから逆転みたいなストーリーがすごい多い大学だと思うんですよ、うんうん、でまあ、もちろんまあそれはそういうストーリーがあって素晴らしいと思うんですけど、ただやっぱり今ってそもそも早稲田に入るための学力がめちゃくちゃその先ほどの話じゃないですけど必要になってて高いものが、はい、そうするとやっぱり本当高3の途中とかから、まあ、頑張って受かる子もいるんだろうけど、うん、やっぱなんかこう早期化が求められているというか、うん、どんどん早い段階から受験モードになっていかなきゃいけないと思うんですけど、塾生の生徒さんとか見てどう思うんですか。完全におっしゃる通りだと思っていまして、何でしょうかね、いわゆる逆転合格が可能だったっていうのは僕が先ほど申し上げたように2勝1分けとかでもいけた時代の話だったりするんですよね。で合格最低点とか成績標準化もそこまでえげつなくなかったりとかして、で実際合格最低点だけ見ても早稲田文文工小学部あたりはちょっとずつ上がってるんで、微妙に上がってるんですよ、5、6点ぐらい上がってるんで、っていうようなことを考えたりすると、正直やっぱまあ早いうちからの受験勉強で絶対必要で、なぜかというと我々の仕事って当然まあ例えば高校3年生見るってなっても、それってその子が18年間積み上げてきた人生に一個上積みをするというか、それだけのことなんで、まあもちろんそこで変わることってたくさんあるんだけど、でも変えきれないことの方が多かったりするっていうのもあるんですよ、人によっては。だからってなってくると、やっぱりこのいわゆる人の頭ってトレーニング始めてから習熟して実力になっていくまでにそれなりに時間って絶対かかるんで、
やっぱ早めってからっていうのは、うん、いわゆる経験値の差が出てきますから、うん、絶対必要ですよ。実際塾生さんも高1とか高2生の生徒さん結構多いですか？増えてきましたね、うん、いわゆる、まあ、高3からでも受からないことはもちろんないんですよ、うん、ですけど、まあ、少なくとも例えばうちに来る浪人生とかだと、まあ、高3の時から頑張っててでもちょっと届かなくってみたいなので、うん、事実上、まあ、2年近い勉強期間になったりとかするんで、うん、っていうことを考えて、まあ、と考えると、まあ、論理的にやっぱ合格するにはやっぱり2年ぐらい必要なのかなっていうようなのはありますよね、うん、はい、ありがとうございます。でもちょうど僕もずっと YouTube でいや早慶でも2年は必要だよって話したんで、いや絶対言いますよ、はい、良かったと思います。というわけで今日はですね、平瀬先生にお越しいただきました。平瀬先生のチャンネル概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんも見てみてください。もう早稲田の濃い話が濃い話最近の悩みなんですけど、はい、濃くなればなるほど視聴回数が落ちていくっていう難しいですね。でもね、でも濃ければ濃いほど、まあ、受験生本人には役に立つんだけど、薄い方がなんか広く一般に行くから視聴回数が増えるっていう、はい、なのでぜひ皆さんチェックしてみて、はい、お願いします。マニアックな話ばっかりですけど、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。